皆さんこんにちは。善陽堂山本整骨院の関口です。本日も動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。今回は寝違えをしてしまった方に首の痛みを治す方法についてお伝えしていきたいと思います。寝違えた時は、首の筋肉を押すのではなく肩甲骨の動きが首の動きに関係してくるので、脇の筋肉を押していって肩甲骨の動きを良くしていきます。では早速やっていきましょう。まず腕を上げていきます。反対の手でですね、脇の奥の方にある筋肉をしっかりつかみます。つかみながら20秒ほど数えていきます。はい、20秒数えましたら、その後に脇を掴んだまま腕を後ろ回しに10回回していきます。はい、そうすることで肩甲骨の動きが良くなり、首周りにかかる負担が減りますので、寝違えをされた方はぜひ一度やってみてください。はい、本日も動画を終わりになっていただき誠にありがとうございました。